DT14 型台車雲葉73313が履いていたもの TR40 系台車 TR37 型の客車版で、これは左側に、歯車式車軸発電機を持つ北海道向け仕様、TR47 型台車 TR40 系の改良版、揺れ枕の重ね板羽が4列から2列に変更された。国鉄 t r 十七型台車は、不装金属工業が、 日本国有鉄道向けに開発した鉄道車両用台車の一形式である。一般には1949年に実施された台車形式命名基準改正後の形式称号である d t 1 4の名で知られている。1946年に鉄道技術研究所や台車メーカー各社が参加して設立された高速台車振動研究会の研究成果を受けて、 クソ金属工業の手によって設計された。車内形式 FS-1 あるいは KS-73W、国鉄形式 TR37 としてまず5両分が1948年に国鉄に納入され、同年製造分の模波63型に装着されている。この時期、国鉄は高速大車振動研究会に参加していた。 メーカー各社が製造した試作台車のテストを行っていた。例えば、軸量式の川崎車両 OK1、OK、と同じく軸量式の三菱重工業 MD1 がこの時期に試験的に導入されているが、いずれも一両ないしは二両分と少数の納入に止まった。これに対し、本形式のみは初回で後両分を一括発注されており、試作を示す X のサフィックスは付与されていたが、 当初より、正式形式名を与えられていたことと合わせ、国鉄が次世代正式台車の本命として、本形式の斬新ではないが堅実な設計に期待を寄せていたことが伺える。なお、本形式は、不装金属だけではなく、川崎車両でも製造されている。軸箱支持機構としては、コロ軸受けを収めた、軸箱した部左右に浴場にバネ受け座を出して、側枠の荷重を受け止める。 ウィングバネ式が採用されている。これはかつて、ブリル 21E など黎明期の台車にも採用されていた機構であり、当時のアメリカ製中高台車で流行していた設計でもあった。この機構には、従来国鉄が対用していた軸バネ式と異なり、軸バネを複列化して、個々のバネが負担すべき荷重を半減させ、 かつ軸箱上部の狭いスペースではなく側枠下から軸箱下端付近までの空間にコイルバネを格納するため相対としてのバネ定数や荷重上限を維持しつつ柔らかい乗り心地を実現可能というメリットがあった。また枕バネは重ねいったバネを枕木方向に並べる従来通りのスイングハンガー方式が採用された。その一方で従来3列4列と本数を増やしていた。 重ね板ネが2列に減らされ、さらにそれぞれを構成する枚数も、各板バネの厚さ増大で削減されており、この時期に枕バネの設計について大きな方針転換があったことが見て取れる。また、台車枠は一体中高性の側枠、ドランサム、端張りをリーマボルトで組み立てて構成する。不創金属工業は、戦前の住友中工場時代より、 大阪電気軌道向け KS-66L や大阪市営地下鉄向け KS-63L などトランサムや橋張りを含めた一体中高生大車枠をいくつか製造しており、同社だけが製造することを前提とした場合、本形式も完全一体中高生大車枠とすることが可能であった。だが、この規模の一体中高製品を 製造可能な鉄道車両用台車メーカーは、当時の日本では、同社の他は、川崎車両などごく少数に限られ、国鉄での正式化を前提とすると他社での製造が、困難な完全一体中高台車枠とすることは、できなかった。このため、本形式では、中高製の枠部材を6ピース構成で、ボルト組み立てする、過渡的設計が採用され、この構成は、 以後の国鉄向け同系代車各種にも継承された。中高代車枠は重厚な外観とは裏腹に自由に肉厚を設定可能で強度計算上最適化が容易というメリットがあり、また一体成形とすることで接合部の死感や接損といった問題も回避できるという保守上無視できない重要なメリットがあった。このため湯流れのコントロールや 欠陥の発生といった、鋳造時の問題があったものの、これを克服していたこの時期の不装金属工業は、私鉄向けを含め盛んにこの種の台車を設計製造した。結果として、この台車は当時試験された各種新型台車中でも良好な乗り心地と走行特性を実現したが、桜木町事故の影響で63系電車の製造が一旦打ち切りとなったところでこちらも、 追加製造が打ち切られた。そのため、72系としての増備再開後は、DT17 などのより新しい設計の台車に切り替えられている。その一方で、本形式を基本とする客車用の TR40 は、当時量産が進められていたオハ35系の戦後型に正式採用され、本形式をはるかに上回る数が量産された。 この台車は43系客車用 TR47 へ発展し、これは10系軽量客車用 TR50 が完成するまで改良を重ねつつ多数製造されており、本形式の設計は一定の成功を収めたことになる。もっとも軸箱ウィング部の重量課題では値下重量が大きいことやプレス鋼板・溶接工法となった TR50 と比較して格段に 重いことなどから TR50 の量産開始後はいずれの形式も製造されていない。また一部の車両では TR23K への振り替えが行われたが、これは乗り心地の良い TR47 を新台車向けに捻出するとともに台車の軽量化により増車を可能とする意図もあった。国鉄向け私鉄向け海外向け、流用品、他事業者からの中古品を使用する車両を含む ありがとうございます。